ちは。大変お待たせいたしました。ただいまより大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016丸の内で打ち水を始めさせていただきます。ここ大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016は大手町丸の内有楽町地区で全5日間6つの会場で実施されます。初日となります本日はここ行幸通りで実施させていただきます。30度を超える暑い日が続いたかと思えば、ここ数日は急な雨があったり、今日は急激に気温も下がって浴衣姿の方はちょっと肌寒いかなという陽気なんですが、これからのまた暑い暑い夏に向けて皆さんに打ち水を体験していただけたらと思います。ご挨拶が遅くなりました。本日こちらのステージの司会を担当させていただきます、有楽町にあります日本放送のアナウンサー増田みのりです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めにイベントの主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会より、大手町丸の内有楽町地区まちづくり協議会相葉直人理事長からご挨拶をさせていただきます。相葉理事長お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はちょっと涼しいんですけれども、例年通り、こんなたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。この、打ち水イベントは2005年から、数えること今年で12回目になります。フルトが一巡いたしました。ここへ至るまで、今日ご出席の、環境省さん、そして千代田区さん、東京都さん、そして、後ろにあります、東京駅の JR 東日本さん、大変、お世話になりました。また何よりこうやって、参加していただく皆様のおかげで、ここまで、来ることができました。リオのオリンピック、もうすぐ始まりますけれども、これが終わりますと、おそらくこの熱気が、東京に、集中して、来ることになると思います。この通り、行幸通り、そして交差する丸の内中通り、それから大手町の、川端緑道、この、3カ所が、国家戦略特区による、公的空間の、積極活用ということで、認定をいただきまして、この場所を使って、さまざまなイベントを今後も、繰り広げて、ぜひオリンピックに向けた盛り上がりを、していきたいと思います。ぜひまた、皆さんも、積極的に参加をして、楽しんでいただけたらと思います。で今年は、打ち水の後、この後ろの、矢倉が組んでございますけれども、ここで、盆踊り、そして、いろんな、店が、出ておりますので、これについても、楽しんで、いただければと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会メンバーの環境省を代表しまして、鬼木誠環境大臣政務官からご挨拶をさせていただきます。鬼木政務官お願いいたします。皆様こんにちは。環境大臣政務官の鬼木誠でございます。本日は打ち水プロジェクト2016丸の内で打ち水にご参加いただきありがとうございます。東京の中心である大手町丸の内有楽町地区で行うこの打ち水は今年で12回目となる国内最大規模の打ち水イベントです。今年の夏も暑い日が続いており、全国ですでに約1万7000人を超える方が救急搬送をされた。これは昨年の同時期より2000人ほど多い数字となっております。都会の平均気温は気候変動とヒートアイランド現象により昔よりも高くなってきております。打ち水は昔から日本の夏の暑さを和らげるために使われてきた工夫です。夏の夕暮れ時に打ち水をすると寝苦しい夜を快適に過ごすのに効果があります。打ち水のほか、こまめな水分補給、涼しい服装、そして暑い時には無理をせず
エアコンや扇風機を使って熱中症の予防を心がけていただきたいと思います。環境省としても熱中症のかかりやすさを示す暑さ指数や熱中症予防策の情報提供などに引き続き取り組んでまいります。本日を機会に皆様も打ち水を実践する際は水道水ではなくお風呂の残り湯などを使う工夫をしつつ夏の涼を楽しんでいただきたいと思います。本日はこの打ち水皆さんで楽しんでいただきまして思い出に残る一日としていただきたいと思います。誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。森市環境大臣政務官でございました。続きまして同じく主催者であります大手町丸の内有楽町夏祭り2016実行委員会メンバーの千代田区を代表しまして石川雅美区長、東京都を代表しましてこの会場となります行幸通りを管理されています東京都第一建設事務所新谷圭一所長よりご挨拶をさせていただくとともに本日はゲストとしましてこの会場の目の前東京駅から東日本旅客鉄道株式会社芹沢文也東京駅副駅長にお越しいただいております。それではまず石川区長どうぞステージへお願いいたします。石川区長よりご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。地元の千代田区長の石川でございます。私は12回目でございます。こんなにですね涼しいのは初めてございます。まあしかし環境省からもお話ありましたようにこの打ち水は江戸時代の庶民の涼をとる生活文化であります。どうぞこの日本の中心この場から打ち水を普及発展しようということで続けております。そして今日はご覧のようにこの行幸通りに初めて盆踊りの櫓ができました。まさに夏の暑い盛り楽しみながら涼を涼しさを実感していただきたいという思いでこのイベントが行われております。ぜひ十分にお楽しみいただきながら身近なところで打ち水をしていただくことを期待いたしまして私の挨拶といたします。本日はありがとうございました。続きまして東京都第一建設事務所新谷所長お願いいたします。どうも皆さんこんばんは。私はですね初めてなんでちょっと緊張しておりますけれども、今日皆さんの中このように私どもが整備させていただいたこの行幸通りにいることがお越しいただいて本当に嬉しい限りでございます。私ども東京都やはり道路を整備した後皆さんの方がどういうふうに使っていただけるのかというのが一番大事なことだというふうに思っています。まだ日比谷通りから向こう側はできておりませんし、東京駅側は東京駅さんとこれからまだ事業を進めますけども、この行幸通りの綺麗になったリニューアルオープンは平成30年ぐらいと予定しております。そうなった時にますますこの打ち水プロジェクトがですね華やかに開催されればなというふうに思っております。あともう一点だけPR させていただきますと、皆さんは隣に車が車道 AR 車が走っているとございますけども、ここは保水性保存水を保つ保存というのをやらせていただいております。女性の方で言えば保湿ですね、ヒアルロン酸というわけではないですけども、そういうような形で三菱地所さんがマルビルの再生水